はい、今日はミニストップさんで買ってきたこのベルギーチョコパフェスイーツですね。あとこれチョコクレープ、これミニストップさんで買って、今日はコーヒーです。今日はスイーツをいただきたいと思います。いただきます。中身はこんな感じですね。じゃあ、こういう感じ。美味しそうですね。なんか久しぶりのスイーツですね。いただきます。このブラウニーみたいなとこから。うん。おいしい。美味しいですね。これ、ホイップクリーム、昨日の夕方ぐらいに買ってきたものなんですけど、ちょっとくたびれてるかなと思ったんですけど、そんなことはなかったですね。ちょっと板チョコのところにちょっと汗かいてるぐらいで、でくたびれてないですね。いいですね。これはなんだ、なんかチョコ開けます。板チョコみたいな感じですね。なんかスイーツっぽいかなと思ってエプロンつけてみました。これなぜか使わないのにありましたね。これいつ入手したのかもちょっとね、記憶にないくらい昔です。ムース好きなんですけど、中がムースになってます、これ。ムースですね。この下になんかプリンみたいな、なんかチョコプリンみたいな感じのなってますね、これ。なんか層になってますね、これ。なんか多分プリンムースカステラのなんかホイップみたいな感じの層ですね、これ。美味しいですね。久しぶりにミニストップ行きました。今日はコーヒーですね。コーヒーを飲むとチョコが食べたくなりますね。これ、ね、チョコバナナクレープですね。いただきます。店員さんもこれ、私一人で食べるとやっぱり思ったのか、スプーン1個しか入ってなかったです。もう一人でこの人食べるんだなって多分思われたんでしょう。その通りなんですけど、じゃあ、うわ、美味しそうですね。いただきます。おお、これいい感じですね。なんかバナナ、いいバナナですね。美味しい。久々ですクレープ。断面図です。バナナが結構嬉しいぐらいの太さで入ってますね。
うん、なんかクレープとか本当小学校とか学生時代すごい食べてましたね。なんか大人になってからも一切っていうかあんまりクレープとか食べたいと思わなくなりましたね。ビールとかお酒って感じでなってしまって、うん、たまにやっぱりでも食べたくなりますもんね。うん、美味しいですね。昔とかのパフェとか1個全然余裕で食べれてたんですけど、やっぱりもうこの年になると1個食べれないですね。なんかあれあんなに好きだったパフェがあれ食べれないみたいな感じでもう半分ぐらいしか食べれないです。うん、うん、うん、バナナクレープ、もうなんかこういうので十分になってます私。うん、なんか美味しそう。なんか信号の色にしてみたんですこれ。青信号、黄色信号、赤信号みたいな。青じゃない、緑なんですけど、ここ緑、黄色、赤でもない、これも信号もどきみたいな信号もどきにちょっとやってみました。何これ、うん、マニキュア。うん、うん、これなんか一回も初めてこれつけました。多分もう5年以上どっかにありますね、これ使わずに。なんかちょっとスイーツ食べるからと思って作りもしないのにエプロンしてるみたい食べるだけなのにエプロンしちゃってるみたいな。なんで、うん、いや美味しい。うん、スイーツ食べるの私多分遅いですよね。うん、味わって食べてますね。昔テレビで見たんですけどバイキングでなんか一番なんか食べてほしくないっていうか店員さんがケーキが一番元取れるみたいになってました。かなりもう10年ぐらい前の話ですけどバイキングのいろいろお肉とかお寿司とかある中で一番なんかケーキデザートケーキがなんかなんていうんですか原価っていうんですかなんかお金がかかるみたいな。多分見たの中学生ぐらいの時友達とバイキング2人で行ってそのテレビ見てからつくやいなやすもう速攻でケーキいっぱい持ってきてケーキからやっつけて食べてましたね。確か4個ぐらい食べてた気しますねあの時。元取るぞみたいな感じでご飯食べる前にも速攻ケーキみたいな。嫌な客ですよねなんか何ですかね。うん、こんな感じでちょっとゆっくり時間かかると思うので味わって食べたいと思います。ではまた。